ということでね、随分まとまってきたところで、今回、2曲目を用意しております。かなり今より緩い感じになっておりますので、ちょっと説明させてください。前奏が、かかったためにですね、両手で、下がりながら人という文字を書いて袖、袖、これを2回繰り返します。なので人、書いて、袖、袖、人と書いて、袖、袖、これはまあ、あれです、ご先祖様を上から下ろすような感覚で、感謝の気持ちを込めて、ね、我々のことを知られるのもご先祖様のおかげですという、そういう気持ちです。2回、そしてですね、右足、右、左、下がって下がって前へ前、前に出て交差します。右、左、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 前に出てだけ交差してください。で、右足、右の左足、これを見せて1、2、3、2、2、3、4、右について左について後ろに置こう。1、2、3、そしてもう一度歩く。2、3、4、2、2、3、4、大きな満月を前に進みながら6歩。1、2、3、4、5、6、3、はい、いいですか。これを2回繰り返します。なので前奏で人と書いて袖で、時から交差、交差、右について左について後ろに4歩で、まあ、歩いて歩いて前に6歩。1、2、3、4、5、6、ポンポンで丸く伸ばすことをもう一度繰り返します。2回繰り返したら右側に右足出して閉じる、いいですか。ちょっとこう腰を、後ろの足を腰を浮かせてみて、出して左へ行って、もう一度あと右で左へ行ったら右足を出す、振り返る、右足を出す、振り返る、そしてもう一度右左で、手をこういう感じで、こういう感じで4歩前、右左右左、そして最初の歩きで、ここから、2組でも、下にあるんですよ、こう肘で回っていただくように、ちょっとやってみて、こう、一回こうついて離れて反対、これを4回やります。これ別に2組じゃなくてこうつながっても構いません。今4回でやります。で、そこからもう一度頭からこの連想の一つもなしで歩きから全てリピートします。いいですか。で、最後の言葉にはタンタンタンとか、なんとなく払ってくれると思うんですけど、曲をかけてやっていきたいと思います。なのでもう一つの曲をお願いします。
素晴らしいですね。いやー、このぐらいが正直ですね。何ですか、一番これのままで振り返るんですか。はい、さあ、ネイキッドさんのレッスンと花火の前にもう一度踊っておきましょう。さあ、先生で最後の夏を楽しく踊りきりましょう。音楽お願いします。